イブプロフェンは、プロピオン酸系に分類されるヒステロイド系、小塩鎮痛剤の一種である。日本では、小表名ブルフェンで知られ、医療用だけでなく、一般医薬品としても広く流通している。関節炎、生理痛及び発熱の症状を緩和し、また、炎症部位の鎮痛に用いる。イブプロフェンは1960年代に、A ブーツグループの研究部門によりプロピオン酸の 誘導体として創薬された。イブプルフェンはまた、風の風必須医薬品モデルリストに含まれている医薬品の一つでもある。現在は、関節炎、痛風、腎血石、尿路血石、片頭痛、さらに、小規模から中規模な手術後や、外傷、生理痛、脂痛、腰痛、筋肉痛、神経痛などの鎮痛目的で用いられている。 低用量のイブプルフェンは日本を含む世界中ほぼ各国で市販薬として入手可能である。これに相当する高発医薬品については、後述する高発医薬品を参照。イブプルフェンは4から8時間効果が持続し、これは容量依存であるが、半減期から推定される持続時間よりは長い。推奨される投与量は体重や適応による。通常、 蛍光灯与量は4時間から6時間ごとに 200mg から 400mg であり、1日、最大灯与量は800から 1200mg である。3200mg の最大灯与量も時として用いられる。2020年3月14日、フランス連帯保健大臣、オリビエ・ベランは、ツイッターで、リブプルフェンなどの講演詳細は2019。 新型コロナウイルスの感染を悪化させる恐れがあるとして、発熱時にはアセートアミノフェンを使用するよう呼びかけた。同日フランス連帯保健証は、医療関係者向けのガイドラインに、同感染症での通常の発熱や痛みには、ヒステロイド性抗炎症薬の使用は禁じるべきとし、アセートアミノフェンを進める内容を掲載した。一方、ウィーミー科大学の関係者らは同日、 イブプロフェンのようなヒステロイド性抗炎症薬が症状を悪化させうるとする意見は最近学術誌などでも登場しているが科学的根拠がないと見解を示している。世界保健機関の報道官は2020年3月17日この件に関しイブプロフェン使用による悪化は調査段階であり証明されていないが新型コロナウイルス感染の疑いがあり なおかつ医師の助言がない場合は、イブプルフェンより抗炎症作用の少ないアセトアミノフェンの使用が望ましいと見解を示した。フーは3月20日までに調査の結果、通常の副作用以外の悪化報告はなく、控えることを求める勧告はしないと見解を修正した。ヒステロイド性抗炎症薬の一つであり、他の塩制度と同じくシクロウキシゲナーゼを阻害することにより、 プロスタグランジンの生成を抑制し、下熱鎮痛作用を示す。イブプロフェンは、すべての非選択性炎せズの中で、最も胃腸障害が少ない。しかし、これは低用量イブプロフェンの場合であり、したがって市販薬のイブプロフェン処方では1日最大量が、600mg となっている。米科学アカデミー企業に掲載された論文は、イブプロフェン服用後に、 抗がん機能不全の兆候が現れるという男性不妊に関係する副作用を報告した。低用量の単発投与及び1日 1200mg までの投与では副作用の発生率は低い。しかし 1200mg を超える投与量で長期間投与されている患者の中止率は10から15%である。一般的な副作用は次の通りである。吐き気、消化不良、 消化器海洋、出血、肝臓酵素増大、下痢、ふらつき、塩お及び体液低流、高血圧。稀な副作用は次の通りである。食道海洋、心不全、高カリウム血症、腎臓障害、混迷、気管子痙攣、発疹他のエンセず薬剤と同様に、リブプルフェーンも光過敏症を引き起こすという報告が存在する。しかし、 イブプロフェンの紫外線吸収は非常に弱く太陽光領域にすら到達しない。イブプロフェンの構造は単一のベンゼン感を持つだけで強薬系が存在するわけでもないので非常に弱い発色弾である。それゆえ、イブプロフェンは他の2、アリールプロピオン3類など比較しても極めて弱い光過敏症しか引き起こさない。しかし、これはイブプロフェンを 主役と見た際であり、イブプロフェンの代謝過程で生ずる、危険性などは考慮していない。アスピリンを除く他の塩せずと同様に、服用者の心臓病またはそのリスクの有無にかかわらず、また、服用を始めてから数週間以内から、心筋梗塞の危険性を増大させる。危険性は、服用量の増加、心臓病またはそのリスクを持つことで上がる。 服用期間が長くなることでも危険性は上がるかもしれない。イブプロフェンは高速応答 AP と低速応答 AP の両方で VMAX を遅くするため心臓の NA 及び CA2 チャンネルを阻害する可能性がある。さらにイブプロフェンは ERP を短縮し心臓内の興奮電波を減少させる。これは心房細動等 不正脈誘発性の再突入回路の機質を作る可能性がある。イブプロフェンの 3D も経過のに、アリールプロピオン酸誘導体と同様に、イブプロフェンはプロピオン酸部分の α1 に不正炭素を持つため、それ自体に2つのそれぞれ異なる生物学的効果及び代謝を持つイブプロフェンの共造体を持ち得る。むしろ、試験管内及び生体内の実験から引く体が、 有効成分であることが分かった。一般に、工学活性化合物を薬品として用いる場合、有効な共造体のみを投与することで、選択性及び有効性が高まることを期待するのは、道理である。しかしながら、イブプロフェンの場合、これまでの生体内試験では体を有効な体に変換する異性化酵素の存在が明らかになった。したがって、 単独の共造体で販売するのはコストに対して無意味で市販されているイブプロフェンには両方の共造体の混合物が用いられている。イブプロフェンは以下の手順で合成される。まず、イソブチルベンゼンを無水酢酸と塩化アルミニウムを用いてフリーデルクラフツ反応でアセチル化し、その生成物にクロロサクサンエチルとナトリウムエトキシドの下でダルチェン縮合を行い、 アルファ、ベータ、エポキシエステルである酸メチルマイナス3、フェニルオキシランマイナス2カルボン酸エチルを得る。これに、加水分解と脱炭酸を施しアルデヒドを得る。このアルデヒドにヒドロキシルアミを作用させ、オキシムとし、さらに転換して、ニトリルを得る。このニトリルを加水分解してマイナス2プロパン酸、すなわちイブプロフェンを得る。人への過料服用の事例は限定されている。 通常、服用した量と服用してからの経過時間によって症状は変化する。しかし、個人の感受性が重要な役割を占める。人が過量服用した際の反応は、無反応から集中的治療にもかかわらず、致命的な結果まで幅がある。主な症状は、イブプロフェンの薬理学的性質の超える症状及び、腹痛、吐き気、嘔吐、眠気、めまい。 メシンを含む症状である。消化器出血も起こりうる。さらに耳鳴り、中枢神経抑制、発作、低血圧、除脈、貧脈、心房細動などの副作用が起こりうる。代謝性アシドーシス、昏水、急性腎不全、不死を伴う体液及びナトリウム低流、高カリウム血症、無呼吸症、呼吸抑制、呼吸停止などの稀な症状がある。 数例にシアノーゼが見られた。一般的にイブプロフェンの過量服用による症状は他の遠生度の過量服用の症状に近い。過量服用による症状の度合いと測定した結晶中の濃度についてはある程度の相関性がある。危険な服用量は約1 0 0ログラムから8 0 0ログラムである。後者の服用量については臨床的な経過が 致命的であることを意味しない。治療上の1回の投与量は5から 10mg、kg である。したがって、治療上の指標は10から160である。しかし、患者の年齢、体重、気温症により変化するため正確な LD50 を定義するのは不可能である。治療は対症療法が主となる。初期段階であれば応答させるべきである。またい洗浄も効果がある。 いずれの場合においても、全身への循環が始まる前に薬剤を吸着するために活性炭素が繰り返し、用いられるべきである。通常の排尿を維持するための処置が推奨される。イブプロェンは、酸性の性質を持っておりまた尿によって排泄されるから、アルカリリ尿剤は有益である。低血圧、消化器出血、および足シ室シへの対象療法も可能である。通常、 ICU での徹底した監視が指示され、また必要である。もし患者が急性中毒期を乗り切れば、通常その後の再発はない。先発薬である化検製薬が製造、販売するブルフェンには、後発医薬品がいくつか存在するが、販売元となる各メーカーによる流通状況が芳しくなく、後発薬はありますが、当店では取り扱っておりませんとして、 提供できない大手の調剤薬局も多く存在する。販売元が扱わないことから、調剤薬局レベルまで行き渡らないものも一部で存在するのが現状となっている。アメリカでは最初は、ブルーファンの商品名で特許されていたが、アドビル、モートリン、ニュープリン、もしくはンロファンなどの商品名でも販売される。イブプロフェンは1969年に、 イギリスで処方薬として許可された。それから数年、イブプロフェンの対応性プロファイルに加えさらなるコミュニティでの経験は少量放送のイブプロフェンを世界中で市販薬とする再スケジュールをもたらした。さらにこの傾向がイブプロフェンの再スケジュールを促進しているのでアメリカではスーパーや雑貨店での入手が可能になった。事実、アメリカではイブプロフェンが アセトアミノフェンやアスピリンと並んで市販薬の鎮痛剤として最も広く使われている。日本では1985年12月にスイッチ OTG として SS 製薬からイブが発売され、後に同社の総合官房薬エスタックイブシリーズに配合されたり、他の鎮痛成分を合わせたイブ a を1990年に素早く効果を発揮する。 イブクイックエイズ通訳を2006年に発売している。現在では他の大衆薬メーカーも同様の製品を販売している。ただし小児用市販薬としては認可されていない。ありがとうございます。